よし、食った。完全に食ってるね。これ食ってるな、完全に。鹿だ。こっち見てる。絶対いる、こんなところ。今釣れたのこれね。おはようございます。丸美です。今日はね、三島ダブに来ています。先日来て、ちょっとね、あまり釣果が、かんばしくなかったので、リベンジという意味を込めて行くんですが、今投げているのはハイパークランク。この杭の周りをちょっと一周打ってみようかな、と。言ったところ。ロープ越えるのはめんどくさいからやめよう。はい、ここ冠水したブッシュを打ちますよ。ヘッドスライド 5g にマラップスイマー。スイムジグ、雨が降ってきた、気温。じゃあここ渡辺ボート前でいいだろう。クジラ島の岬の横の崩落、ハイパークランクで巻いていきたいと思います。てっ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 てクジラ島の岬、バジングやろう。ジグついてるからできるかな。できない。見てる、なんか食べてる、もぐもぐしてる。食った、あー食ったけど、鹿さっきね泳いでたんだよこいつ。この島に渡ってきた、飛び乗ってきたりとかしても困るかな。こんぐらいだと飛べそうじゃん。わざわざさ、こっち渡ってこなくても向こうにもあるんじゃないの、その草。すげえもぐもぐしてる。はい、じゃあこれ左側がねクジラ島で、投げているのはねスイムジグ。今ねワンバイトあった、コバッチかなんかがちょっと遊びに来たぐらいかもしんないけど、岸際でねフォールしてたら食いました。でギルはねまだね1本ぐらいしかね浮いてるの見てないんだよね。もうちょっと日が出れば浮くかな。とりあえず今ね水温27度、表層ね暑いんだよ結構。もう適水温を超えちゃってる、だから少しねレンジを下げるようなつもりでフォールとかも混ぜながら今カーブフォールやってます。イメージはこの崩落、周りをスイムジグで
一周打っていきますよ。はい、じゃあここね、また崩落が絡んでいるところ、ジグにブルフラー3鉢、だいたいね、まあ、1カウント1メートルぐらい、これ食ってるな、完全に。よし、ブルフラテキサス食った。よし、おお、いいね。オッケー、サンキュー。ほら、おー、きれいきれいきれい、見て、すごいきれい。結構ね、食ってるよ、お腹ぽっこりしてて。ロッキーサンキュー、嬉しいわ。口と上開きだと35ぐらいかな。よく餌を食べている35センチ。オッケー、サンキュー。今釣れたのこれね。はい、じゃあまだね、まだ他にも魚いると思うから、ちょっともうちょっとやってみようか。あ、ギルが浮いてきてる。便利。こいつスナップでね、こうつけてんだけどね、根がかりにね、これぶつけるのよ、こうボンってね、落とすだけ。そうするとね、下で根がかってる輪がね、外れてくれます。釣りやるときこいつ必須。これがあるだけでね、全然根がかりが取れます。ただね、この安いおもりにスナップをつけてるだけ、試してみてください。じゃあちょっとジグストいきます。
ここ岩盤にゴミが溜まってる。怪しいよね。フラムそうだな。暗くて見えねえ。あっ、見えねえ。オッケー、サイズアップだ。よっしゃ、黒いなこいつも。なんか最近黒いのが釣れるな、めちゃくちゃ。そういう時期なのかな。口の中は何も入ってない。ブルフラも丸飲んじゃって。いいね、幸先いいよ。まだ1時間ぐらいでしょ出産して。はい、じゃあね、口閉じ、おびらき38だね。いいね、この間よりでかいよ。はい、どうもありがとう。三島の38センチ。はい、じゃあこれね、ブルフラット、テールが切れちゃったけどね、2本釣りました。ジグはね、01ジグの14グラム、ブルフラット 3.8 をねつけてます。でアロンで結構ここ止めちゃってます。投げてフォールさせて、必要に応じてはジグスとズービキ、まあそんなところでやってます。はい、じゃあね、こちらブルフラの38に01ジグ14グラムということでやっていますが、今日はね、珍しくこのフラット系のワームをトレーラーにしてやっています。まあブルフラでもね、ベローズギルでもどっちでもよかったんですけど、今はブルフラットにしています。ブルフラにした理由は食ったかな。違うか。ベローズギルを使うときは、結構ね、こう垂直に落としたいときなんかは、ベローズギルです。で、結構この、ブルフラはね、スライドフォールするなんかイメージなので、なんか少しでもこう木に絡めていくみたいなときは、こっちかなと思って、今日はね、ブルフラにちょっとしています。今はね。はい、じゃあここね、絶対いる、こんなところ。何頭で食うかな。1頭目、うわ、ギルとかもいるもん。今日はね、もう鮮やかだから、すぐ反応が見れるようにね、ラインで鮮やか積んできてるからね。マジいねえけど、本当に絶対いるでしょ、これ。マジ。うわ、嘘でしょ、ここもいないの。はい、では豊房筋に入ってきました。今日はね、あんまり時間がないから一気に上流まで行きたいと思います。さあ、前回ね、行かなかったこちらでございます。あそこにロープがあって、念のためね、やめてきました。引き返しました。そしたら動画で、ここ行けんのかよみたいな、やめとくかみたいなこと言ったら、コメントでね、この先行けますよというね、コメントをいただきましたので、今日はね、行きます。ロープを越えます。さあ、一線を越えました。いいね。さあ、キャンプ場のロープ越えましたが、まだまだ行きます。いや、なんかペラが当たったから、ちょっともうこの辺までにしとこうかな。まだなんか行けそうだけどね、途中からまた少し水深が落ちたりなんかしてさ、
行けっかな、また教えてほしいです。どなたかご存知の方、ちょっと今ここでペラこう上げてブロロロロロでね行くぐらいだったら、ちょっと今日はね下って、もう一本狙おうかな。時間がないんですよ今日は。なんだ、首に葉っぱが落ちてきた。うわ最悪、結構引っ張ったぞ今。さてさて、こちらカバー猫、珍しいでしょ。俺がちょっとねなんか晴れて青空っ気が出てきたからね、スローダウンっていうのしてみようかなと思って、まあカバー猫をねちょっとやってみようかなと思います。まあこれで釣れる魚がどういうところにいるかって分かんないからね、あんまり俺には。完全に食ってるね、嘘でしょ。ミミズ入れた瞬間食った。なんかまあ嬉しいな、でもな。あんまりこういう絵撮ったことないからね。新しい絵が撮れたっていうだけでも嬉しいな。まあやっぱこういう日陰にはいるよねっていう感じ。まあ、テキサス、去年とかまでやったらテキサスでやってたね。まあここはさ、水も入ってきててさ、新鮮な水が入ってきてて、結構シェードも濃くて、で、ブッシュ。おぉ、すごいギルが。おぉ、猛攻猛攻。はい、じゃあこのね、フラット、冠水植物の周りを、これで、ヘッドスライド。で、絡めながら巻いていきます。出たら嬉しいけどな、出る気はしねえ。じゃあ最後ね、この石ボートさんからこのバンクをヘッドスライド 11g にバラップスイマー 4.2 の スイムジグで打って巻いてやって終わりにしようと思います。ちょっとねヘッドを重くしました。レンジを少し入れたいかなというところです。フォール気味に、あ、なんか当たった魚じゃあね。なんか入ってんのかな。もう一回